はい、たけしです。ギグス5月号、今回の動画で紹介するのはこっちじゃなくてこっちです。アンプです。ニュー X のマイティベース 50BT というですね、ベースアンプです。このサイズ感で 50W なんですよ。なんで今これ LINE に送ってない状態、まだスピーカー鳴ってるんですけど、わかるかな、まあピンマイクの音量だけなんですけど結構出るんですよ。で、上げればやっぱり 50W なんで、お、こう家で鳴らしたら怒られるぐらい出ます。はい、というわけでまあ一応 50W 出ますよと。で、これがね、やっぱこのマイティのすごいとこというか、これですよ。あの Bluetooth で携帯に入ってるアプリと連動して音作りとかできちゃうパターンのやつなんですよ、これ。マイティベースというこののを立ち上げると、まずアンプはね、種類が3つぐらい入ってるんですよ。ここでゲインとかベースとか、まあちょっと試しにベース上げてみますけど、ベース上げれば、おびっくりするぐらい上がりますね。戻しますけど、逆に切ればこう、ここ携帯でこうやって音作りできるっていうこの凄さで、まあ今この MLD ってやつ選んでますけど、この AGL ってやつを選べば、それぞれのアンプをモデリングしたこういうサウンド違いが出るわけです。これをこのベースガイってやつに変えてみると、またこうちゃんとやっぱキャラ変わるんですよ。で、こう EFX っていう、まあエフェクターですね。ここの中にもいろいろ種類があって、コンプとかタッチワウとかフェイズとか歪み系マフとかもありますけど、これ例えばタッチワウとかにするとですね、こういう感じもできたりとか、マフってなったらベース、これファズでしょうね。おお、すげえ。数で使うことはあるかどうかわかんないですけど、いろいろエフェクターも入っていると。で、この IR っていうのがまたよくできてて、要はスピーカーのこう特性を読み込んであるんで、今はこの410っていう多分4発入りのスピーカーのやつ選んでましたけど、例えば他の810っていういわゆる8発入りのキャビネットとかにすると、またお、これもかなりキャラ変わるんですよ、やっぱ。どのキャビで鳴らすかみたいなのも選べると。もう音作り的なことはいろいろできるんですよ。もちろんこれ連動しないでパッとつないでアンプだけでやることもできますし、連動すればさらにいろいろできると。ここからですね、メトロノーム出るんですよ。これもだからアプリで出してるんですけど、やっぱ練習するときにこういうリズムに合わせて練習することあると思うんですけど、これ押せばもう出るんだよ。しかもこれこうリズムも出せるんですよ。あとこういうのもね、とかで、これテンポとか音量も決められますから、というのも入ってます。これこのアプリと連動して、さらにルーパーっていうのもついてるんですよ、ここ。例えばこれもう今撮ったらループされてますからね。練習の時のメトロノームサウンドキャラ、他にもいっぱいありますから。これなんかパターンがね、ファンクとかラテンとか、ね、リズムボックスとしても使えると。さらにこの音色もいっぱいいろいろ選べて、でセーブしとくこともできるんで、その一瞬で自分の好みの音を呼び出すこともできると。しかもすごいんですよ、だからできないことないんですよ、これ。もちろん携帯がこういうふうに Bluetooth でつながっていれば、ここから音楽を流すこともできます。 USB が後ろについてるんで、 USB でパソコンとつなげばもうすでにオーディオインターフェースとしても使えると。
これがあればベースの録音多分ほぼ何でもできるみたいな。で 50W なんでそこそこの広さのところに行ってもまあ生音の音量感も出る。でさっきまあ僕も弾いて思ったんですけど、この筐体とスピーカーの作りがしっかりしてるんで、これちゃんとロー出るんですよね、この大きさでも。それがこのぐらいの値段で買えるっていうのはね、ちょっとね、家でやるにはこれで十分じゃねっていう感じの、何でも入ってると非常に。でこれ多分アップデートがいろいろかかるんで、僕の経験上さらにアンプのパターンが追加されたりとかエフェクトが追加されてくる可能性もあるんですよ、このメーカーの場合は。だから今後の可能性もすごいいろいろ出てくるということで、今回ご紹介したのはニューエックスのマイティベース 50BT ご紹介しました。